では本日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。改めて本日の試合の振り返りをお願いいたします。まあ、チームとしては、まあ、やっぱ勝ち点を積み上げられたってことがすごい一番いいことだと思いますし、まあ、個人としては途中から入った中でゴールを決めれたっていうのはすごい良かったなと思います。本日は2得点していますが、ゴールシーンの振り返りお願いします。まあ、試合に入ってから、どんどんゴールに向かって仕掛けていこうって、思っている中で入ったので、1点目は PK でしたけど、自分の仕掛けからゴールを奪えたっていうのはすごい良かったです。まあ、2点目はこぼれ球だったので、まあ、ラッキーゴールではありましたけど、まあ、チームとして得点が入ったので良かったと思います。次節のアイナック戦、カップ戦の決勝以来の対戦となりますが、意気込みをお願いします。はい、まあ、今シーズンまた大一番の試合だと思うので、いつも通り、チーム一丸となって、まあ、勝利に向かって、今週の練習から積み上げていきたいなと思います。ぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。